エンゼルスのミナシアン GM は26日、日本時間27日が緊急会見。大谷翔平が今月3日に中指けいのため緊急降板した際、チームは精密検査を受けるよう勧めたが、大谷側が拒否したと発表した。大谷は23日、右肘じん帯、じ帯の再損傷が判明した。唯一行った検査は23日の故障後だ。 それよりも前に検査するよう要請したが、彼と代理人が拒否した理由は理解できる。中指の痙攣程度では検査の正当な理由にならないと考えたということだろう。この爆弾投下に、一夜明けた27日もメディアの視線は冷たいままだ。米放送局 FOX スポーツ、電子版は、ミナシアン GM が25日に大谷の人体損傷を発表した際は、 冷静で重々しくない態度だったと伝える一方、翌26日の爆弾発言時は、汗びっしょりで顔はギラギラと輝いており、首の右側には赤い発疹があったと違いを強調した。さらに、大谷が検査を拒否したとの発表の狙いを、プレッシャーを感じ、大谷の故障に対して業界からエンゼルスに向けられる非難の目を減らしたいと願っているのだろうと推測した。 メディアのデッドスピンは、エンゼルスの対処法に対する非難を受け、これをかわそうとする動きに抗うした暴露と報じた。また、球団地元紙ロサンゼルスタイムズ、電子版も、大谷翔平の健康への対応を批判されている真っ最中に、ミナシアン GM は、チームは今月初めに右腕の検査を受けるよう大谷に促したが、二刀流のスターは断ったと話した。 積極的に大谷の健康を守ろうとしていたというアピールだ、と、冷ややかな論調だった。写真は AP。